はい、ありがとうございます。先ほどまではトモキさんの JICA 海外協力隊で何してたかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、ちょっとこれからは今何してるのかっていうところをお話ししてもらいたいなと思っていて、まあ、そもそも JICA 海外協力隊でエルサルバドルに来ました、はい、で行った後どういうキャリアを積もうっていうふうに考えられてたんですか？今僕がやってることは、うん、カンボジアで動物病院、うん、ペットの診療の獣医師をやっているって感じ。 それはどっかの会社に所属してるって感じなんですか？じゃなくも作って一から。そうなんですね。さっき第2話ぐらいで話したんですけど、うんうん、はい、国際協力とペット診療っていうのを掛け合わせることがずっとできなかったんですけど、そこは苦節10年、うん、でも同じ夢を共有できる人とかと出会いがあって、うんうん、2019年にカンボジアの首都プノンペンに初めて日本人が作った動物病院っていうのができて、はい、僕はそこをやってます。へえ、そうなんですね。ちなみに JICA 海外協力隊では、うん、教育っていうところで生徒さんに対して授業をしてたりだとか行ってたじゃないですか。 そっからもう一回獣医に戻ったって感じなんですね。そこ何かきっかけあったんですか？教えてきた生徒にここで生きていくよりもアメリカに違法で移民として渡った方がいい生活できるんだよねって言われちゃった時に、うんうんうん、どうやったらこの世の中から貧困っていうのがなくなっていくのかな、うん、マラスができる理由は貧困だったし、国際協力っていろんな職種でいろんな人たちが世界で活躍してるし、はい、国際協力って何なのって言われた時に、うんうん、僕の中の答えは世の中から経済的な貧困をなくすことなんじゃないかなって思ったんですよね、はいはいはい、なるほど。じゃあ貧困ってどうやったらなくなるんだろうって考えたんですよね、うんうん、はい、どうやったらなくなると思います？いや、めちゃくちゃ難しいですね。働ける場所を作ってあげることとかだったりするんですかね。そうそうそう、でよく JICA とかでも言ってますけど、持続可能な開発とか言うじゃないですか、はいはいはい、それってどうやったらいいのかなとかって思ってたし、うんうんうん、確かに確かに、僕の中でこれの答えをくれた人っていうのは日本人で出会いがあって、フィリピンで大学の時にボランティアをしてた時に、はい、ある時僕フィリピンの日本人の豪邸に招かれたんですよ、学校で面白いことをやってる人がいるからっていうことで、はい、ちょっとおいでよみたいな感じで、はいはい、その人はある日本の会社の社長さんで慰安旅行みたいな感じでフィリピンに別宅を持っていて、うんうん、それで呼ばれて行ってみると村の中で僕は住んでたんですけど、そこですごく豪邸がボーンって出てきて、でそこで日本から来た社長さんの連れの日本人の男性ばっかだったんですけど7人ぐらいでどんちゃん騒ぎしてたんですよね。でもフィリピンではちょっと考えられないぐらいの豪邸とめちゃくちゃ豪華な料理とかが並んでて、でめっちゃコンパニオンいたんですよ。一曲カラオケ女の子が歌ったら1000円とかあげるんですよ。でその時のフィリピンの一月の男性が働いてやられる給料が6000円ぐらいだったんで、すごいなんか物価なんですよそこ一曲でちょっとそこで僕がいぶかしい顔をした時に日本の人が僕に言ったんですよね、うんうん、町村くんって言ってこうやってね、お金ある人がお金ない人にお金をあげることはこれも立派な国際協力なんだよねって言われたんですよ、うん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 、なるほどなるほど。それを聞いて、うん、ああそうなんだって思ったんですけど、はいはい、腑に落ちない気持ちでそのままキロについたのを覚えてるんですよね、うんうんうん、でもその後1週間ぐらいずっと悶々して考えた時におじいちゃんであって、うんうん、でその人は体ちょっと障害があって自分で動いたりとかあんまりできないんですけど、うん、まあ、喋ったりとかはできる、うん、日本で農業とかをやってた人で現地で畑を買ったりとか、うん、豚を育てたりとか、うん、野菜を作ったりとかして、はいはい、で現地の人たちを雇って雇用して、うん、取れたものをハンバーガーにして、うん、これもフィリピンの人たちを雇って、はい、ハンバーガーショップをちっちゃいの作って、はい、それを運営してるっていうことをやってる人だったんですよ。で自分たちの取れたものからハンバーガーを作って売る、で余った食材はそれを街で売るみたいな、うん、そこで得たお金でちょっとずつ畑を増やしたり豚を買い足したりとかして、うん、現地の人たちに技術を教えながら給料を上げていく。ださっき雇用って言ったんですけど、はいはいはい、まさにその通りで、その当時僕がねお金をあげることも国際協力なんだよって言われて、うんうん、そこで悶々とした気持ちをこの人にぶつけてみたら、うん、国際協力っていうのはただ困ってる人に魚をあげるんじゃなくて魚の釣り方を教えてあげなきゃいけないんだよってその時に言われたんですよね、うんうん、だから直接お金あげるんじゃなくて畑で物を作ったりとか豚を育てて、そこから良質なお肉を作ってそれを販売してお金を得ていって給料を得るみたいな、うん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 、そういう技術をちゃんと教えてあげることが一番大事な国際協力なんだよっていうのを言われた時にめっちゃ感動したんですよね、はいはいはい、まあなるほどね、魚じゃなくて魚の釣り方を教えてあげましょうってよく国際協力の世界では言われる言葉なのかなと思うんですけど、そうですね、まあ、僕はそれを自分の経験の中で実体験させてもらって、うん、こういうこと言ってたんだなっていうのは感動したのを覚えてます、うんうん、なるほど、ね、ちなみに今所属してる団体っていうのはどんな名前なんですか？ジャパンアニマルホスピタルっていう、はい、もう日本を背負ってますね。そうなんですよ。じゃあ実際そこでお仕事されてる方っていうのは日本人だけではなくカンボジアの方もいらっしゃるって感じなんですかね？現地でメインで働いてる獣医師はもう僕しかいないんですけど、うんうんうん、あとは動物看護師さん日本人の一人一人と、はい、あと
受付の日本人の子が1人と、カンボジアの獣医師の卵みたいな人たちが10人ぐらい、あ、そうなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、ちなみにいろんな経験トモキさんされてらっしゃると思うんですけど、今後どういう風になっていきたいんですか？とにかくもう今自分のいる場所っていうのはやりたかったことのスタートラインと思うんで、こっからカンボジアで少しでも獣医さんをまず育てていきたい、そういうことですね、まあ、いわゆる技術移転をして自分一人でも病院とかを起業できたりだとか、そういったところを教えていくっていうところですね。そうですね。でカンボジアの今の獣医療ってまだ始まったばっかりなんですよ、うん、あ、そうなんですね。だからそこを底上げしていったりとか、うんうんうん、日本とカンボジアの獣医療の架け橋になったりとか、うんうん、あと若い学生がカンボジアで学んだりとか、うんうん、逆にカンボジアに行くことで何か獣医学生が感じたりとか、うんうん、カンボジアの人たちが獣医療を日本に学びに行きたりとか、うんうん、そういうことをやっていきたいですね。日本とカンボジアの架け橋になっていきたい、ね、夢ありますねこれ。本当に獣医の人たちが途上国でそういったところを学べるって絶対ないですからね。いやそうですね、めちゃくちゃ親日なんですよカンボジアの人たちって、うんうん、あ、そうなんですね。すっごい遠くから毎日バイク乗って1時間とかかけて病院に来てくれるんですよね、はい、ペットと一緒に。あ、じゃあスタッフです。あ、そう、あ、そういうことか。そう、日本の動物医療を学びたいって言って来てくれる人たちがいるんで、はい、うん、やりがいしかないっていうか。確かにね、うん、まあ、今現状スタートラインなんで、でもこういう動画を見てくれたりとか、うんうんうん、いう形で自分も海外で働いてみたいなとか、うん、海外で何かやってみたいなみたいな人たちがいるんだったら、うん、それの一つの土台としてあってもいいかなと思うし。確かにそうですね、おっしゃる通りだと思います、うん、仲間を見つけていけたらいいのかなっていうふうに思ってます、うん、NGO じゃなくて法人を立ててやってるんでね、ちゃんとビジネスを学べると思いますね。そうですね、うんうん、ボランティアだけじゃ持続可能じゃないし、うんうん、ビジネスとしてちゃんと成り立っていて、そこで社会貢献の要素もあるっていう、この両輪でやっぱり回していかないと、うん、おっしゃる通り、そう、ビジネスとしてやっていくっていうのじゃないと続かないのかなって、うん、そうですね、思いました。はい、ありがとうございます、うん、最後にっていうところで聞いてみたいなと思ってるんですけど、海外経験とかもいっぱいあると思うんですけど、はい、日本っていうのをどう見てるかっていうところも聞きしてもいいですか？僕はちょっと全体的に日本の空気感っていうのは、うん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 、未だかつてないような時代を迎えて、うんうん、どん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 人も少なくなっていくし、高齢化の問題が一番問題になってくるんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、でも僕は日本で生まれ育ってきた人たちってもうその時点ですごい財産を持ってると思うんですよね、うんうん、日本で生まれ育ってきただけでそれは一つの財産だと思うので、それをどこの世界でどういう形で表現していくか、その場所を日本国内で探す、でそれを日本国内で使うと、みんなそのスキルセットを持ってるんで、まあそうですね、自分の持ってる財産スキルっていうのをどこで生かすかっていうのを目を向けていってほしいなっていうのはもったいないなっていうふうに感じちゃいますよ、ね、なるほど、そうっすよね。確かに海外にもっと目を向けたら日本で学んだことを生かせる機会もいっぱいあるし、そういったところに視点を向けるっていうところですかね、うん、ありがとうございます。いろいろ経験してきたトモキさんですけど、はいはい、国際協力って何だと思いますか？まずは専門の技術をちゃんと人に伝えていく、うん、人を育てていく、これが国際協力の一番の醍醐味なんじゃないかなって。確かにそうっすよね。さっきもおっしゃっていただいたと思うんですけど、技術を伝えていくっていうところの難しさもありますし、まあ、そこにも面白さがあって継続性も生まれていくっていうのはいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に国際協力、はい、今後入りたいなと思ってる人たちにアドバイスするとしたら何ですかね？そうですね、もうカンボジアに来てくれたらもうあの美味しいカンボジア料理と、はい、あ、そうなんですね、はい、僕自身が国際協力で感じていることだったりとか、はい、国際協力の関係の人たちに、うん、まず積極的に会いに行って話を聞く、うん、で国際協力の形も10人いたら10人といろじゃないですか。そうですね。でもそれぞれみんな別々の経験の中から感じていることって共通していくような気がするんですよね。だからまあどん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 会っていって、うん、自分の持っているどういう分野で何やりたいかっていうところを、うん、それに近い分野の国際協力の人たちにどんどん会いに行くっていうのがすごい大事かなっていうふうに思います。なるほど、ありがとうございます、ちなみにトモキさんに連絡するためにはどうしたらいいですか？ここの出ますよ、なんか出る出る出るここね、概要欄に貼り付けておくんで、はい、もしトモキさんにね連絡したいなと思ったらいつでもいいんですよね。いいですいいです、うん、まあ、いろんな人から話を聞いて自分の中で咀嚼してとにかく行動するっていうところが大事だと思うんで、それは皆さんやってもらえたらなって思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は国際協力で JICA 海外協力隊出身 でその後今カンボジアで獣医さんをされているトモキさんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますお願いします、はい、お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。